ごきげんよう。マキさん。はい、何でしょう。歩くときにスカートが乱れていますわ。はい、すみません。くそ、なんで私がこんな身に。とある女子校があるんだけどね。すごいお嬢様学校でさ。もう嫌な予感しかしねえんだけど。今回の任務は呪いにまつわる事件の調査と解決。この学校は伝統と格式を重んじる伝統派と、それをぶっ壊したい革新派で派閥争いをしてる、そう伺っておりますわ。ここから消えて二度と顔を見せないで。こっちのセリフよ。何してんだ。風子は普通じゃない。何かおかしな力を持ってる。あいつらの喧嘩にはおそらく呪霊が一枚噛んでる。伝統こそ至高なの。確信しなければいけないの。別に喧嘩がしたいならそれでいいけどよ。伝統だとか確信だとかよりももっと大切なものがいろいろあると思うぜ。